ームキャンプ場があるなんて。以前紹介した宝くじが当たることで有名なホギホギ神社、今回はこちらにキャンプ場ができたと情報があったので行ってみましたが、見ての通りこちらの神社カラフル、キャンプ場もすごかった。神社の奥に行ってみると、そう、ここが新しくできたキャンプ場、キャンプ小屋もカラフル、そしてここ値段も格安で1泊1500円。このキャンプ場から眺めるあそこ角はマジで最高。大きなブランコで楽しんだり、開運お祓いの鐘を叩いて運気を上げ上げ、イエイ。展望台もあるからぜひみんなも登ってみてね。ちなみに私ここの神社でサッカーくじを3回当てましたよ。ちょっとうさんくささがありますが、競馬や宝くじ好きな人には絶対おすすめしたい神社。キャンプ場もできたからこれからの季節楽しめそうです。これめっちゃ大事、マジ当たってほしい。阿蘇熊本空港から車でおよそ30分、南阿蘇にある金運のパワースポット、ホギホギ神社。ぜひ阿蘇互角のエネルギーを感じて幸運を手に入れちゃってください。みんなでホギホギ神社に行ってお金持ちになろうぜ、イエイ。